小樽運河今年初かな、今年初小樽運河です。あっち海です。はい、YouTube チャンネル始まるよ、見てね。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はクックガードポタニガル柄中国製、油跳ねをガードしたお手入れ楽々、油汚れからしっかり守る、掃除の手間を省く、取り付け簡単、収納しやすい小型サイズです。じゃあ詳細見てましょう。よいよい、鮭行き。新名クックガードポタニガル中国製、特徴鍋を3方固めるので、揚げ物、炒め物、料理の油跳ねをしっかりガードします。コンロ周辺の油汚れを防止し、掃除の手間を省きます。料理中だけセットできて、収納しやすい小型サイズです。使用方法は実践にて1から3ご紹介します。品質表示、材質アルミニウム箔、サイズ約横76センチ、そして縦32センチ、三つ折り締め、そして入り数1枚です。じゃあ、実践見ましょう。よいよい、鮭キュークックガードポタニガル柄中国製使いたいと思います。ですね、使用方法1、取り付けの際にはコンロ、全体が冷えていることって、使ってないんで冷えてます。まず 裏の上から開けてみよう。そして2番、炎が直接当たらない位置にセットしてください。あと3番、使用するコンロを囲むようにコの字に置いてください。この字に置いてください。そしてあと鍋のサイズは直径26センチ以下を目安としたサイズの大きさ、大きな鍋フライパンの場合は L 字に置いてください。ということで三つ折りになってます。76×32、まあ、これ昨日のですけど、取って小さいですね、昨日より。こんな感じで L 字に置くって感じで、ね、いいですかね、L 字に置くか、こう鍋を囲む個別に、これいいんじゃないですかね。ということで、これもよいよい。じゃあエンディングです。結局いかがでした？クイックガードポタニガル柄中国製、ガスコンロを使いますけど、これも油跳ねよ、防止でいいと思います。この柄も綺麗じゃないですか。これもね、選ぶ参考にしてください。でこれもいいんで、よいよい、グッドよかバッドよく、グッドバッドコメントもします。チャンネル登録こちらいつもありがとうございます。過去の動画こちら貼っておきます。よろしくお願いします。課金ダブルカッコ笑いこちゃんけしまバイバイキングアンドクリーンキング、確認地区暑いぜ、風邪コロナに気をつけて、手洗いうがい、花粉症、あと暑いんで熱中症に気をつけて水分補給して、また次回見てください。シャケキュー。